レイヤーバイレイヤーはルービックキューブの解放の一つ。3X3X3 の立方体であるルービックキューブを3つの層と見立てて、一層ずつ順番に揃えていくことからレイヤーバイレイヤーという名前が付けられている。デビッド・シンマスターが著書ノーツ・オン・ルービックス・マジックキューブの中で紹介したのが始まりとされる。また1981年にベストセラーとなった。 ジェームズ・ジー・ノースの著書、ザ・シンプル・ソリューション・ツー・ルービックス・キューブの中でも、同様の考えが採用されている。現在、ルービック・キューブのスピード解放として、最も普及している CFAP メソッドは、レイヤーバイ・レイヤーの考えをベースとして発展させた、ものである。レイヤーバイ・レイヤーでは、以下の流れに従って6面を完成させる。各パーツの名称については、ルービック・キューブを参照。 クロス一層目のエッジを揃える。四つのエッジが揃った状態がクロスの形になるため、クロスと呼ばれる。ルービックキューブでは、各面のセンターのパーツは移動しないため、クロスの側面と各センターの色が合っている必要がある。完全一面一層目のコーナーを揃える。一面の色と同時に、その側面の色も揃った状態のことを完全一面と呼ぶ。 一方、一面の色が揃っているが、側面の色は揃っていない状態のことを不完全一面と呼ぶが、そこからでは六面を揃えることはできない。ミドルレイヤー二層目のエッジを揃える。最終層にあるエッジを二層目の適切な位置に移動させるための手順として、最短張っての手順を二つ覚えれば揃えることが可能である。この工程が終わることで、三層のルービックキューブの 内下に層が揃う。エッジ向き、エッジオリエンテーションエッジオリエンテーション最終層の、エッジの向きを揃える。二つのエッジを反転させる最短6手の手順を一つ、覚えれば処理可能。コーナー向き、コーナーオリエンテーションコーナーオリエンテーション最終層のコーナーの向きを揃える。三つのコーナーを回転させる最短7手の手順を一つ、覚えれば処理可能。コーナー場所、 コーナー、パーミティション、コーナー、パーミティション、最終層の、コーナーの場所を揃える。三つのコーナーを移動させる最短キューペの手順を一つ、覚えれば処理可能。エッジ場所、エッジ、パーミティション、エッジ、パーミティション、最終層のエッジの、場所を揃える。三つのエッジを移動させる最短キューペの手順を一つ、覚えれば処理可能。最終層のエッジ向き、場所、コーナー向き、場所は、 前の工程に影響を及ばさない手順を使うので、あれば、どの順番で処理をしても完成させることができる。現在最も使われる順番は、それぞれの工程が6から9手と少ない手数で、処理可能な絵を COCEPEP であるが、デビットシンマスターが最初にまとめた方法では、絵を e p c p c e o となっている。ありがとうございます。